皆様は名字で呼ばれますか、それとも名前で呼ばれますか。例えば僕の場合はもう山王高弘ですから、もう名字が山王って珍しいので山王って呼ばれるわけです。加藤流星だったらもう名前の方がインパクト強いから流星で呼ばれるわけじゃないですか。まれにいるんですよ、名前と名字同時に呼ばれる人が。まあ、平井健とかね、平井とも呼ばないじゃないですか。で、健とも呼ばないじゃないですか。俺は健って呼んでるけど、チェホンマチェって呼ぶ人絶対いねえ。先日ね、惜しまれつつ引退した浅田真央さんも真央ちゃんって呼ばれるじゃないですか。真央ちゃん、本マンちゃんって言います。本マンちゃんを印刷してきたので、これは誰ですかって聞いて、チェって呼ぶ人ゼロ人説をですね検証していきたいと思います。チェホンマン、チェホンマン、はい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 、はい、チェホンマン、はい、チェホンマン、はい、チェホンマン、はい、誰、チェホンマン、はい、チェホンマン、わかんないですよ。まあ想像で一人イメージでもいい。筋肉マン、はい、あれや、チェホンマン、イメージでも適当に名前で、清原、誰だ、分からなかったらもう適当に、権田隆、はい、チェホンマン、チェホンマン、せーの、はい、ズバリ答えはチェホンマン、せーの、はい、チェホンマン、斬新な感じで捉えてもいいんじゃない、はい、チェホンマン、チェホンマン、答え方はこのように何十通りも何百通りもあるからね、はい、はい、ダウンタウン松本、髪型は一緒だよね。誰か分かんないって例があるんですよね。こちらからですね、整形します。はい、ボビオロン、いきますよ、いきます、分かんない、これうつぼしうつぼしじゃない、あ、OK です、ありがとうございますせーの、はい、え、チェホンマン、はい、え、なにこれ、気持ち悪いはい、チェホンマン、チェホンマン、こいつ誰、アゴ、ジツズギギヒヒヒセイジツズギギヒヒヒオスモウさん、キキキジン、オスモウさん、そういうことちゃうねはい、チェホンマン、違う呼び方とかあるよ、コンマ線、チェホンマンね、コンマ線、